この地図における近隣住区の境界はおおよそのものである。ブルックリンの近隣住区の一覧はニューヨーク市の行政区の一つであるブルックリン区の近隣住区を並べた一覧である。サウスブルックリンと呼ばれるブルックリンうちの地域は歴史上のかつてのブルックリン町との地理的な位置関係から名付けられている。この地区は上述の北西ブルックリンすぐ南に位置し、 現在のブルックリン全体の中で南側に位置しているわけではない。ブルックリンの南西側のエリアは多くのストリートやアベニューを共有している。36スストリートから101ショートトンストリートまで、およびファーストアベニューから25スアベニューまでは以下の近隣住区それぞれにわたって走っている。当初のオランダ植民地時代は現在のブルックリンは明確な境界を持つ6つの街からなっていた。 後に、イギリス植民地となり、やがて、これらの町は合併し、キングス軍が、ブルックリン市という一つの市となった。これらの町は、北から時計回りに、ブッシュウィック、ブルックリン、フラットランズ、グレーブゼンド、ニューユトレヒト、及びこれらの真ん中に位置する、フラットブッシュである。現在のこれらと同盟の近隣住区は、かつての町の範囲のおよそ中央に位置している。 この当初の6つの町の一部が一時的に独立した町となったこともあったが、再びいずれかの町に統合されている。1894年の住民投票の結果、1898年にブルックリン市はニューヨーク市の行政区の一部となった。1854年ブルックリン町へ、平合1896年ブルックリン町へ、平合1894年ブルックリン町へ、 併合1894年ブルックリン朝へ、併合1894年ブルックリン町へ併合1 8 9 4年ブルックリン町へ併合ありがとうございます。